はい、こんにちは。東大合格受け人の時田博光です。今回は2023年の神奈川県の特色入試問題の大問6について解説していきたいと思います。さあ行きましょう。さあ、いよいよ2024年の入試近づいてきましたが、受験生の皆さんいかがでしょうか、えー、しっかりね、えー、準備間に合わせて、えー、ハイスコア取ってほしいなと思います。 今回ね、こちら問題を介して、えー、解説していきますが、皆さんの中で、えー、自分はこういうふうに考えたよとか、ここら辺難しかったなとか、こういうのはね、あの結構できたなとか、いうのはありましたら、ぜひ、えー、コメント欄に書いていただけたら嬉しいです。では早速やっていきましょう。えっ、ー、と、最初の問題は、なんか衛星放送でどうこうみたいな話が書いてて、最初ストロボ効果っていうものがね、えー、あるよっていう話をしています。で、それに関して、えー、下のなんか、 タイヤの中でスポークっていうね、6本のスポークがあって、これに関しての問題ね解いてくださいっていう話です。この円に関する話ってね、結構特色入試ではよく出題されていますので、しっかりね、これ対応できるようにしておきましょう。はいで、えー、と今、このタイヤがあって、なんかそれをカメラみたいにこうバシッと撮ったと。したときに、 えっと、このタイヤが回転していないように見えたっていうふうにね、言ってる。タイヤが回転しないみたいな話なんだけど、まあ、要は模式図でね、えー、書いてみたときに、スポークって、まあ、ここの棒みたいなやつなんだけど、えー、これを回転したと。まあ、例えば、A から回転させて、A がここに来たとするじゃん。うん。えー、したら、 えこうやって、ここ A だよっていうふうに書いてたら、あれ ?A、えー、ここに来てるから回転したねっていうふに見えるんだけど、でも、これマークがついてなければ全く一緒になるよね。はい。例えば、ここのタイヤが、えっと、こういう感じにしようか。こんな感じ。えー、ってしたら、ちょっとずれてるよね。これでいったら。うん。みたいなふうに、こうやって見えたら、あ、回転してるじゃんっていうふうにわかるんだけど、回転してないっていうことは、 ここの分が、えー、ちょうど、えー、A がここに来たり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 ,ここ来たり、えー、なんなら一周戻ってきたり、ね、もしくは二周してたりとかそういう、えー、形であればそういう回転であれば、えー、これは回転してないっていうふうに見えるよってそういう話なわけだね、はい。ということは、えー、とこれ今123456っていう6等分してんだけど 全体のうちの6分の1回転がなされた場合、ね、6分の1回転、6分の2回転、6分の3回転っていうような回転をしていったら同じ形に見えるよと。同じように見えるよって話なんで、それで、えー、考えていけばいいね。はい。えっ、ー、と、そこ,この移動距離ってことなんだけど、ここからここまで回転して移動したよっていう、その距離っていうのは、 結局はこの長さとか、この長さで,、えー、で。そうすると、えー、直径かける π が1周分ですので、えー、直径が60センチっていう話だね。はい。えー、かける π かける、えー、6分の6等分でこっからここ、ここからここ、ここからここみたいな感じ。はい。えー、それを n 倍したとこね。うん。6分の1だた1個分。6分の2たったら2個分ってこんな感じ。 えどこにしろこの6等分した分、えー、ですので 10nπ、えー、進めばいいってことが分かるでか。で、しょかで今あどんだけ時間経ってるかっていったら1秒当たり30枚のね静止が連続して映したものですよって話なんだけどこれ時速で考えたときに、えー、x k m 時とかにしようか。毎時 で、これでどんだけ、えー、と移動してるのかっていうのをね、考えるためには、あ時間だし、ここ、キロメートルだし、ね、ここ、センチメートルでしょ。っていうことは、ここで、えー、いろいろ掛け算してこないといけない。えっ、ー、と、キロメートルをまず、えっ、ー、と、メートルにしたら、1000け算していいよね。で、さらにそれをセンチメートルにするにはかける100ってなる。いいかな。 1> 今、1時間あたりっていう話になってるんだけど、これ、え1秒あたりで計算しないといけないから、1秒が、時間をね、秒で考えるっていくんだで、3600秒で割らないといけない。で、さらに今、1秒あたり30枚の静止画を連続して撮ってるから、30分の1秒ね、これで1秒あたりなんだけど、これで30分の1秒っていうね、やればとこれで移動した距離が、 あわかるで、それがこれイコールになればいいよって話なわけだ。はい、じゃあ、えっ、ー、と、この式をあ考えてみると、えー、100、ここ、約分したら36でこの形になるね。で、えっ、ー、と、30とここの0を約分したらこんな感じかな。で、えっ、ー、と、100は、百と三と36は4の倍数だから、ここ25と9になるね。はい。 えー、ということは、えっ、ー、と、る× 3分の 25x イコール 10nπ という形でね、えー、かけますので、じゃあ x イコール、分母が25で、えー、分子が1 0か9る3 n π ということでね。で、約分したら2と5っていう感じになる。はい。この状態だ。 で、x っていうのが今、えー、50未満だよって話なんだけど、ここで、えー、いくらになるかってことね。えー、そしたら、えっ、ー、と、5分の 54nπ かな。えっ、ー、と、計算結果をまとめると、x の値っていうのが、5分の 54nπ ってことなんだけど、えっ、ー、と、5分の5 4かける π ってことなんだけど、3.1 4だけどさ。 えとこの値って、えー、3よりはね大きいよね。で5分の54って10.8だから、えー、こうやって32.4ぐらいだね。n が1だったらで。ここを n が1だったら32.4よりでかいわけなんだけど、じゃあ n が2だったらって言ったらもう64.8よりでかいわけじゃん。だけどこれ50未満ってことは、もう n が2以降はもう絶対だめだと。 という話になりますので、じゃあ n が1のとき、つまり5分の 54π っていうのが正解になるよと。n イコール1のときだけ正解になるっていう話になります。はいで、えー、続いてパラボラアンテナがようやく出てきて、でそのときに、なんか方位と赤星市となんか札幌市の位置関係がね、この丸1 0 10に対応するのがどれですかって話なんだけど、これ見てみると、情報ね、んーと。 えー、パラボラアンテナを受信してて、日本の衛星放送の一つである BS 放送で利用している人工衛星は BS 放送、皆さん見たことありますかねはい。えー、っと、赤道上空、えー、約3万6 0 0 0トル、えー、統計110度の位置であるので、パラボラアンテナを正しい向きに向ける必要がありますっていう話ですね。はい、えー。統計110度ってことなんだけど、えー、っと、統計。 えー、110度。ででででででで。まあ、ここは110度だったよね。じゃあ、明石市はっていう話なんだけど、はい、明石。明石。明石は、ね、合計135度でしょなんで、この、まあ、要は右側にあるようなイメージね。東側にあるようなイメージ。ここ。いいかな。ここが明石。丸赤にしようか。丸。丸あ。ここが。 えと明石市135度ね。で、えー、札幌市はどこでかっていうと、札幌市は、えっ、ー、と、まあ,あの、明石市よりも東側にあって、で、えー、札幌の方が北にありますので、札幌はこの辺だよっていう話だよね。わかるで、えっ、ー、と、もう一つの基準が赤道っていう話なんだけど、赤道は当然ながら、まあ、この明石市、札幌市よりも南の方にある。 これが赤道ねはいで、えー、赤,赤道上空って話だから、まあ、このここが一つの基準ね基準でこっから見たときに明石と札幌市っていうのはまあなんかこの向きでいったときにこの直線で見てったらこっちを向くよーって話でしょはい えー、ということは、こっちっていうのは、南で西の方の南西方向をね、向いてるってことが分かる。いいでしょうか。はい、で、えー、続いて、えー、っと、これ、生面に足してどういう向きになってますかって話を。めっちゃ上空に、まあ、人工衛星がね、えー、っと、あるよと。えー、っと、人工衛星。人工衛星。衛星があるよと。 っていう話で、えー、パラボラをなんかここら辺に証がつけて、札幌をこの辺にあるわけだよね。はい。えー、でしたときに、明石か,から人工衛星見る時ときと、こうやって札幌見るときどういうふうになりますかっていう話なんだけど、じゃこっちとこっちってどっちの方が角度でかいっていう話ね。ちょっと極端に、もうちょっと極端にこうこれと、 この近くのところに行ったら、明らかにこっちの方がでかいよね。台でしょうね。つまり、えー、距離があればあるほど、角度っていうのはこうやってちっちゃくなっていくんで、えー、これ、図3の方で行ったら、角度をぐわーっとこう大きくしなきゃいけないっていうことで考えてみると、こっちが丸二番で、こっちが丸一番の方ね。アンテナの向きで行ったら。っていうことで、えー、明石市が丸二で、えー、札幌が丸一っていうふうになりますので、 8番が答えになりますでしょうかはい、えー、では続いてこの問題です。PQ たす QR のこの長さが答えなさいということなんだけどまあなんかこの形さ見覚えあるかなあのえっといわゆるえっと最短距離結ぶみたいな問題なんだけどえっとその時にちょっとまずざっくり書くね。この真下にこうやってあってカキンってこうなるわけだけど要はこれって えっと、この今、接線っていうのがちょうどあるんだけど、接線に対して、えー、っと、点点点点点同じ長さのこうやって、えー、ところになるよと。で、ここ、こ,こからここまでの長さが分かればいいよ、みたいな。そんな話ね。だいたい。はい。なんだけど、まあ、特色入試だからね、ちょっと難しくでき,できてるわけよ。えー、っと、要は、長さ出しなさいっていう話なんだけど、 えっと分かってるのが、ここの座標が k10 っていうところね。ここがさ、まあ、長さが、まあ、ここ一緒になって計算するっていうところなんだけど、どのぐらいの長さになるかっていうのはね、ちょっとパッと見たらやっぱ分かんないわけね。はね、い。で、9のところは、えー、っと今分かってるのが、これ y イコル20分の 1x2 乗上にあって、これ、えー、っと x 座標がこれ k で、わかってるから、ここ代入したら、20分の 1k2 乗ってことがわかるよね。なんで、ここからここまでの高さは k 使って、まず表せるわけだ。はい、で、さらに、ここの、えっ、ー、と、接線、えー、考えたときに、接線なんだけど、これ、あのー、反射の法則っていう話ね、してんだけど、反射の法則って、これ90度に対して、角度が等しいよね、みたいな。 そういう話になるんだけど、で、えー、二等分線っていうので考えたときに、こっちも二等分線結べる感じになってるわかるかな。えー、で二等分線結んだときに、しかも二等辺三角形あったら、これ二等辺三角形がここにあるようなイメージなんだけど、二等辺三角形からこうあここバツだけど、えー、こんな感じで。 下ろしていくと、ここ彗星になってちょうど、えー、っと、中点通るわけね。で、その中点が、ここ、どこかって言ったら、えー、っと、この L の、接線 L の、えー、X 軸とぶつかっているところにちょうどなるはず。なお。いいかな。はい。えー、っと、要は、ここの部分が中点になる。えー、ということは、あここの、 座標,ここ座標なりここの座標なりここの座標なりっていうのが分かればいいんだけどパッと見てここちょっと分かんない。じゃあここはどうだろうっていうの分かるかどうかなんだけど直線の式は y=10 分の 1kx=20 分の 1k2 乗ってことは y が0、まあ、つまりここが0になるって言ったら x=2 分の k になるよね。ではここは2分の k0 というとこになります。 でさらに、えー、とここの接線とここと、ね、ここが R だっけだここが R' とかにしようか。ってしたときにここの RR' の、A、線と接線 L っていうのはこれ当然ながら90度で交わるわけね。ここねえー、ということは傾きかけてマイナス1っていうのねありますよね。 でこ,この傾きは10分の 1k ということは rr' のこの傾きっていうのが y イコールマイナス k 分の10になるよねかけてマイナス1だから10分の 1k かけるマイナス k 分の10になったらね1になるでしょでここが座標が今2分の k0 っていうことは x マイナス2分の k っていう形で表せるから、えー、直線の式としては y イコールマイナス k 分の 40x すっていうふうになる。なんで、r のところの座標は05っていうのが分かった。いいかな。ということは、えー、ここでもうちょっと分かってきた。r のところの座標が、えー、っと05で、その中点が2分の k ゼ0っていう話でしょ。で、ここの。 えと長さ一緒ってことは、割合としては同じ割合だけいくんで、ここはここまで2分の k 移動してたら、当然ここは k で、それは真下だか分かんないけど、ここはここまで5下がってるってことは、マイナス5だよね。ということは、0からマイナス5したら、マイナス5ってなる。はい。ということで、ようやくこれは k マイナス5ってことが分かった。はい。えー、ということで、10からマイナス5。 えー、引き算するだけで、あとは長さ出ますので、15っていう計算になるよということです。いいでしょうか。はい。はい、では、最後です。えっ、ー、と、お料理かなっていう感じなんだけど、小麦粉、えっ、ー、と、上粉、えっ、ー、と、白玉、粉、砂糖、食塩を用意しました。これ、理科のね、理科と読み取りの、なんか合体問題になっています。はい。えー、情報としては、えっ、ー、と、 えー、小麦粉がどういうものでできてるのかっていうところをちょっとね見ていきましょう、えー、と小麦をこう四角っていうふうにしましょうで、えー、と主成分がでんぷんだよって言ってるんで、えー、成分は丸にしときましょう澱粉丸、はい、でんぷん丸ででんぷんであり水をこ、えー、加えてこねるとグルテンっていうふうになるよっていう話、えー、と水加えてこねるとグルテンになるよっていう話 はい、これも成分だとして、えー、これがアレルギー物質だって言ってる。アレルギー。食べられない人ね、言ったりしますかこのグルテンが含まれないね、グルテンフリーとかいうので、えー、食べ物ね、えーと、結構出回ってますが、聞いたことありますかね。はいえー、で、こうやってアレルギー物質になるので、えー、米粉で代用することがあるよって話ですね。えー、なので,でんぷんこうやって あの作ってたあれなんで、よされる場合があるよと。米で作られる場合があるよって話をしています。代用ね、えー。ということは、これで言ったらグルテンが、えー、出ないっていう話。こういう図になります。はい、えー。で、米粉のうち、うるち米からあ、えー、米粉はどういうものかって言ったら、 うるち米から作られているものを上進子、もち米から作られているものを白玉子っていうふうに話をしてますので、これを2つ分岐して、えっ、ー、と、上と上四角と、えー、白玉白四角。で、えー、これがうるちで、ね、えー、こっちがちね。うるちともち、米だよと、えー、言っています。 いずれも主成分はデンプンですよって話。これどっちともデンプン。なんだけど、まあ、こっちだったらグルテン出ないよっていうもね。はい。デンプン。で、えー、っと、えー、小麦粉やウルチマ米のデンプンにはアミロースとアミロペクチンが含まれるって話をしている。うん。えっと、なので、こっちの方だとアミロースと えー、アミロペクチンね。アミロペクチン。まあ、ロースト、ペクでいいかな。ロースト、ペク。チン、えー、で、こっちも、ロースト、ペク。で、えー、持ち餅の場合が、えー、ペクだけ。ペクチンだけ。で、って言ってる。で、ヨウ素液をかけたときの色は、前者は、 ああ、青紫色。ブルーでバイオレットだから BV にしようか。ここが BV で、ペクチンだけだったら赤紫色っていう風に似てるんで、レッドバイオレット、RV にしておきましょう。はい。っていう話ね。で、えー、粉砂糖と食塩ともに結晶構造を持つ純,純物質で、えっ、ー、と、要は粉、はい、粉が、 えっと、純物質ですよって話で、えー、成分がサトウキビとか天才から作られるよという話ですね。はい、サトウキビ、とか、えっ、ー、と、天才ね。北海道で取れるやつですが、えー、こういうので作られてる。で、これがスクロースの話だっけスクロースね。スクロース。えー、スクロ、スクロークイナと。 スクロースの純物質ね。はい、純、えー。食塩。って話なので、えーと、食塩だったら、海水とか、えっ、ー、と、岩塩で作られるよ。ね。岩塩から食塩が作られるよって話をしている。うん。で、こいつは、えー、塩化ナトリウムね。NACL。 塩化ナトリウムで。これも純物質だよって話。はい。で、まだ情報があって、実験1、実験2、実験3で、えー、分かることなんですかっていう話。情報多くねっていう、うん、ことなんだけど、えっ、ー、と、これもなんか ABCD で、えー、こんだけまあものがあるんで、あの表を使って考えていきましょう。ちょっとだいぶ下になっちゃったんで、読み水ぐらいかもしれない。 で実験していったら AB には十分な量のね、えー、それを加えるとあの A はやがて水に溶けたよって話ですね。水に溶けるってことはこれ、えー、と粉砂糖か食塩しかない,ないですよね。はい、ですので、えー、ここら辺のでんぷん系はあの水に溶けてみたいなのはないですね。さっき水で加えたらこねてグルテン作るよみたいな話あったでしょ えなので、ここ×で、A は粉砂糖か食塩ってことが多かった。で、B に入れた水は白く濁りっていうことなんで、えー、これは逆ね、粉砂糖でも食塩でもないよって話になりますと。うん、で、えっ、ー、と、えー、BC 加熱するとどちらも焦げたってことね。焦げるってことは、えー、有機物ってことなんだけど、この中で有機物、えー、なの食塩以外ですね。はい。なんで、食塩に×というふうになります。 いいかなはい、で、えー、っと、あこれ、粉砂糖もね、有機物だからね、気をつけてね。で、D のところ、D と E に要素液をかけると、D は青紫色、E は赤紫色、ね、えー、VB か RV っていう話なんだけど、E が赤紫色になったってことで、はい、やったーって、E、白玉だーっていうのが分かるということね。じゃそれ以外、バーツ、バーツ、バーツ。 他もバーツ。うん。他のところも白玉は違うからね。えー、っていうので考えてみるということですね。で、D は青紫色になったよっていう話だから BV になるやつね。小麦粉か、えー、上新粉かっていう話。えー、なんで、この2択なんでここバツバツっていう話。はい。で、見たらここ4つバツになるんで、えー、A が食塩ってことが多かった。でここバーツ。 ここバーツが4つになったんで C が粉砂糖ってことが分かった。えっ、ー、と、なのでここもバーツバーツって話。で、ここが埋まらないんだよね、今ね。はい。で、えっ、ー、と、じゃあそこから1番、2番、3番、4番あを選択肢、消去していきましょう。はい。A を加熱するとうん焦げる。A は初見だから焦げませんね。 はい、焦げるとしたら、まあ、さっき言ったように有機物、えー、ですけど、食塩なんで焦げませんと。B、2が、B は化合物からなる純物質であるっていう話なんだけど、B は小麦粉か上進粉ですよね。まあ、このさっき言ったようにさ、アミロースとなんかアミロペクチンっていうのにこれ、あのできてるよって話だから、純物質ではないね。純物質はわざわざこっち行ってくれてたもんね。粉砂糖とか食塩とかの話なんで。まあ、これも×。 3番。えー、C に、えー、十分な量の量の水を加えて混ぜたら、やがて全て溶けますよって話なんだけど、えー、C は粉砂糖だから溶けますね。ある程度の量を加えたらね。はい。なんで3は丸。OK。はい。4番。えー、D の主成分はアミラーゼの働きによって分解される。アミラーゼっていうのは、澱粉を分解してくれる酵素ね。はい。で、えっ、ー、と、D は、 小麦粉は上振粉だからでんぷんだよね。えー、なんで、あのアミロスで分解できますよって話だから4も OK。え続いて5番。あなんだけど、5番、6番、7番、8番見てみると、実験1、んから分かることの他に、えー、何が分かったらこれこれが分かりますかみたいな話なんで、ここちょっと見てね。はい。えー、と、いうこと、上振粉とでんぷんのこの違いの部分で言ったら、ね、えー、と、まだやってない情報あるじゃん。これで、グルテンで。 えっと、小麦粉の方は水加えてこねていくとグルテンっていうのは出ちゃうんだけど、米粉だったら出ないぜって話だから、グルテン系の話があったりいいよね。ただ7番にグルテンができたかわかるみたいな。水をこねた時にグルテンができたかどうかで判別できるよって話だから、えー、7番正解にすればいいということで OK。こうやって情報が基本的には全部使うんだろうから、っていうので逆算して考えればできるかなっていうところです。はい。えー、それでは、今回の問題は以上です。 えー、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。またね。